お前とりあえず今日からライダー目指せよ。え？おはようございます。今日から俺はボリューム5、ボリューム5ということでねということでね、今回は、B3 ということで、はい、360度1回転回るから1回転か、うん、これできたらまあ初心者の枠に入れる。あ、やっと？やっとやっとやっと。あ、そこ？そこ。あ、まだそこない。うん、あ、まだスノーボードできてるとは言わへんから厳しすぎんだろ。厳、それは厳しすぎ、厳しすぎんだろ。厳しすぎ。やっと、うん、初心者の枠に入れる。オッケー。 B3 できたらね。まだ生きったか。まだ生きったか。オッケー。 B3 できても生きったかんの。あ、おう、うん、おう、生きったか。はい、はい、生きていいのは12以降できてから。一生無理やな。一生無理。大丈夫大丈夫、やっていくから。やっていく、やっていく、やっていく、やっていくから。Okay、 はい、ということで今日はちゃんとスモールからやっていこう。あ、そうやな、うん、危ないからな。そう、危ないから。学んだ学んだ学んだ、うん、だって左ビッグ行って正味逆位置食らったやろ。食らった。うん、それはまあ危ないから。うん、スモールからやっていこう。いきましょう。うん、はい、ということで頑張ります。お願いします。お願いします。 B3 はい、いきます。ちゃんとしろよ。え、ちゃんとやれよ。はい、渋っ。今日あれ、今日あれ、今日あれ、おお。気になったのがテイクバック、結構多いのがまっすぐからヒール2でこうやってテイクバック取る。わかる？これテイクバック取ってるように見えて、実は手しかテイクバックが取れてない、この状態。はい、わかる、うん、そう、肩が動かんと、うん、そう、まっすぐ、うん、そう、ここが動かんと手だけでテイクバックする人が結構多くて、うん、そう、そうなると、うん、やっぱり回しづらい。結局手しか回らんから、うん、で、下半身板にその回転力を伝えるにはどうしても絶対上半身のためが必要やね。わかる？肩な。そう、肩、上半身のため。お腹がねじれへんと、なんていうかな、結局は手がここまで行ってても上半身はひねれてません。やったら結局はこの状態と一緒やん。はい、手戻す、この状態、うん、こっからここで回す、うん、じゃなくてしっかり上半身も回して、手はあくまで遠心力やから。手は遠心力。そう、この上半身のこのひねりをいかに強くするかの手はあくまで遠心力。遠心力。そう、結局はここが回らんと意味ないから、うん、ちょっとここを意識してひねってあげて。はい、うん、そこ、そう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 、 OK、 OK、はい、で、はい、あとはライン取りも前と言ったようにトゥーが強すぎて右に飛ばんようにちょっと左意識して飛んで。左意識。そう、ヒールからそのままのライン、ヒールで左向いたラインのまま、2で左に飛んでいくようなイメージ。あー、オッケーオッケー。はい、こんな感じか。そうそう、こんな感じ。そう、オッケー。こうやって前に飛んだ感じ。うんうん、ずっと。あー、オッケーオッケー。じゃあ今その場で1回転して、もう1回、今のもこうやって最後もめっちゃこうやって合わせにいってるから、ここまで、オッケー、もう1回、もう一回。で、その時に飛ぶ時にこっちにこうやって見に行ってんの、うん、こっちに。あ、飛んでるから着地もこっちにずれやすい。わかる？ OK。 もう一回、ここ見たまま飛んで。
ダメだ今日ダメだ今日ダメ今日ダメだ無理なの今日もう無理早くないもう無理頑張って今日ダメだ頑張ってじゃあとりあえず行こう行こうとりあえず飛ぼうとりあえず行くうんとりあえず飛ぼう行くよはいよクリアクリアなクリアなストレート編と B1 編でも多分言ったんやけどヒールから2に乗り換えるタイミングがこの辺やねんあ、またそこやったうんそうだからこっからこっから取ってあげて白のブラシが始まるところ、はい、こっから2テイクバックはテイクバックはとりあえずは OK いいよ、うん、とりあえずテイクバックはまっすぐヒールで取ってそのまま2でいいから、うん、慣れてきたらまっすぐヒール2で溜めたいけど、うん、そこまで多分まだ余裕ないからまっすぐヒールで取ってそのまま2でいいから OK そうで今のもこう突っ込んでいってたのも、うんこうやって前に飛んでるからじゃなくて板の方向が2強すぎてあのヒールからの2がここになってるから、うん、2がグッて入ってるねあグッてだから2で右側に板がライン入ってもうてでも自分の体はまっすぐ飛ぼうとしてるその板の方向体の方向が今バリツバ飛んだ板の方向、体の方向がずれてるから最終的にこうなっていったあー、体勢がそうはいはい OK、行こうああああいつ勝つだぞ、今日あいつわかんないああチェンジ首、チェンジチェンジ使う行くわはいああコーチどこが悪いっすかえどこが悪いっすかあうべまずさっき言ったヒールから2がヒールからこうやって一気に2になってんねんうんでもうとにかく思いっきり飛べはい、思いっきり飛ぶ思いっきり飛ぶ気合そう力がトゥートゥー力入ってなくてスコーンってなってるからうもう自分の我がの力で思いっきり飛ばんと、うん、そうそこの抜ける瞬間でエッジのパワーがなくなっちゃってるからスコーンってあそうわかるわかるだから、ね、最後抜くところまでちゃんとエッジが入ってるように思いっきり飛んではいうんわかりました思いっきりやではい OK2倍飛んだね山本くん今思いっきり飛んだあ思いっきり飛んだあんな感じあいやなんか今日めっちゃ昭和やな今日昭和やなあぶなっ最初のスタートでまずまっすぐを意識した気持ちってまっすぐ意識した気持ちとそう、ほんまに面すぎてスタートした時に体がブレてるから板も一緒にブレちゃってんねんうんそれを直そうとまたトゥー、ヒール、トゥーにしてるからブレながらトゥー、ヒール、トゥーになってるからもうわちゃ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 もう F1 してんからみたいなえ、もう一回言って F1 してんからみたいなわかった、頑張ろう、行こうか、うん頑張るわ、うん、落ちたわあいつ落ちたわ、うん、あいつはもうダメやゴミや俺スノーボードゴミかもしれんけどあいつはゴミやあいつゴミほんまに頑張るわあ頑張ってもう多分、うん、もういける気がするいけるいけるうんなんかとりあえず言われたこと全部一回忘れるわうん言われたこと全部忘れるわビロビタイダメだこりゃ、うん、ダメだ山本
ダメだよ、マト白旗白旗白旗白スタートする前からもう抜けまでのライン取りをイメージして自分でそこをあの線書いてそこを辿っていくように飛んでいくねんで。はい。オッケー。はい。オッケー。はい。はい。はい。行きましょう。行きましょう。イレス。早いわ。まあトゥーからヒールでまず気をつける。うん、抜けるときにこうやって右手の、うん、テイクバック取ります。ここで抜けるイメージ。はい。正面。ここ。そう。その時にお腹のまあねじれてへんやんっていう感じになんねんけど、うん、それをこっからここで全身力入れて。じゃあ勝手に下半身グッとついてくるから。うん、正面でグッ。はい。テイクバック取って正面飛べる。その時に思いっきり力を入れる。そう。オッケー、せーの。おもろすぎるわ。おもろすぎるわ。おもろすぎるわ。それで行こう。いや、逆にホークの方ができる。そう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 。こっち忙しいやん。あ、そうそうそう。ホークの方が多分できそうな気もする。焦ってんだよ。ああ、もうこれ終わったらホーク行こう。まあ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 抜け早かったけど、まあ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 、さっきはいいんじゃない。ああ、一応ホーク行こう。ホーク行こう。ホーク行こう。あれで、あれ、いけるいけるいける。大丈夫大丈夫。あれできた、目線。あれできた、目線。目線はできてるく。目線できた。イエーイ。ホーク行こう。ホーク行こう。ホーク行こう。ああ、ホーク行こう。ああ、やっぱりできてたつもりやったわ。あかんかった。あかんかった。